事前ハイジャック、プリハイジャック攻撃についてお話ししたいと思います。ユーザーが作成する前のアカウントを事前に乗っ取るという手法です。これには5つの手法が考えられます。まず1つ目は被害者のメールアドレスで攻撃者が通常のアカウントを作成し、被害者がソーシャルログインにアカウントを作成するのを待ちます。2つ目、攻撃者は被害者のメールアドレスでアカウントを作成してログインし、その状態を維持します。被害者がパスワードをリセットするのをひたすら待ちます。3つ目、作成した被害者のアカウントに攻撃者のソーシャルアカウントをあらかじめ紐付けておきます。4つ目、作成した被害者アカウントのメールアドレスを攻撃者のメールアドレスに変更します。5つ目、被害者のメールアドレスで攻撃者がソーシャルログインアカウントを作成し、被害者がアカウントを作成するのを待ちます。この事前ハイジャックのハイジャックするまでの乗っ取るまでの3段階のプロセスがあります。まず1つ目、被害者のメールアドレスを使い攻撃対象サービスのアカウントを作成しておきます。乗っ取る人間はあらかじめ被害者のメールアドレスを知っています。その上でこの攻撃したい対象の人がこれからこのサービスをおそらく使うであろうというサービスをに対して、あらかじめその人のメールアドレスでアカウントを作成しまくるということです。例えばこの人は Facebook を持ってないから Facebook 今度使うかもしれないとか、 Twitter 使うかもしれないとか、メルカリ使うかもしれないとか、そういったレベルで、メールアドレスを、被害者のメールアドレスをあらかじめ使ってアカウントを作成にするという、そのような試みをします。2つ目、2段階目に攻撃対象サービスアカウントを作成するか回復させて利用開始するというところを狙います。被害者のメールアドレスでなんとかアカウントが作られた状態であったとしても、例えば今だと認証のするためのチェックが厳しくなって承認されなかった場合などがあると思います。あるかと思いますが、ひたすら相手が被害者になる方がそのアカウントで、作ったんだけど、もうすでに作られていた、でも回復させなければならない、じゃあ回復させようっていう、その回復利用を待つということをします。そして3段階目に被害者のアカウントにアクセスをします。これで被害者と攻撃者の共有が行われる。知らず知らずのうちに被害者と攻撃者が同じアカウントでログインしてサービスを使うというようなことを狙うということになります。この攻撃は攻撃者が被害者のメールでアカウントが作れることが問題です。自分のメールアドレスでないのに勝手にアカウントが作れるというサービスに関して、もし使わなければならないということになるのであれば、非常に注意が必要かなというふうに思います。最近のサービス、どのサービスもそうですが、メールアドレスに対して認証コードを発行する。例えば携帯電話に、コードを送って、そのコードを入力させるというようなことで、こういった事前ハイジャックというのを阻止しています。実際に、この事前ハイジャックというのが広く出回ってはいないんですけれども、こういった危険性があるために2段階認証が行われているということをぜひご理解いただきたいと思います。そして決して、面倒くさがらずに、2段階認証は自分を守るものだと理解してお使いいただければと思います。逆に2段階認証のないログインシステムは、
今の時代相当危険がはらんでいるということをご理解してお使いください。